今日は最近のニュースでよく耳にするエボラ出血熱というのはどういう病気なのかご紹介しようと思います。こちら NIID National Institute of Infectious Disease 国立感染症研究所からの抜粋です。エボラ出血熱はエボラウイルスによる急性熱性疾患であり、ラッサ熱、マールブルグ病、 クリミアコンゴ出血熱とともに、ウイルス性出血熱の一疾患です。本疾患が必ずしも出血症状を伴うわけではないことなどから、近年ではエボラウイルス病、エボラバイラスディジーズ、EVD と呼称されることが多い。以後、AVD と略します。 EVD で重要な特徴は血液や体液との接触により人から人へ感染が拡大し多数の死者を出す流行を起こすことですそのため EVD の流行はしばしば注目を浴びてきました2014年8月現在西アフリカ諸国で起こっている EVD の流行は 2014年3月にギニアで集団発生から始まり住民の国境を越える移動により隣国のリベリアシエオラレオネへと流行が拡大している EBD 患者の発生が持続しておりこれまで知られている流行のうち最も大きな流行となっているなお WHO は2014年8月8日に本事例を Public Health Emergency of International Concern 国際的に懸念される合衆の保健所の緊急事態とし流行国等にさらなる対応の強化を求めていますそしてこちらはナーバ v まとめから KAWA 0863こちらの方のまとめをご紹介したいと思います自死率 90%、流行中恐怖の感染症エボラ出血熱とは全身からの出血を伴う恐ろしい感染症エボラ出血熱その致死率は88%にも上ったケースもありますエボラ出血熱とは一体どのような病気で原因のウイルスはどのようなウイルスなのか仕組み 症状、歴史、そして基礎から詳しく説明します。感染者五千八百六十四人。死者二千八百十一人。九月十八日時点。これは流行している五カ国の合計です。数字は疑い例を含み、致死率は平均五十三パーセント。 これれは9月22日付でで発表された数字です現在の西アフリカの流行について2014年2月ギニアのケケドゥとマセンタの良好性地区を含む同国南部でザイール・エブラウイルスによる流行が発生しました現時点での進行中のため このような臨時項目を設け、以下に途中経過を掲載します。この流行に関しては、拡大終了が宣言されるまで、随時再新するということです。途中経過、現時点での感染者等の情報です。世界保健機構 WHO の9月22日の発表では、9月19日時点でギニア、シオラ・レオネ、 リベリアの3カ国で5,843人の感染が確認されうち2,803人以上が死亡しました実際はこの数,数倍存在する可能性もある9月22日時点で現地の医療関係者も348人が感染186人が死亡しました 2014年9月19日時点での情報、こちらは疑い例含む、国別感染者、強烈な伝達、ギニアが1008人、死亡が632人、リベリアが3022人、死亡が1578人、シ,ラシオラネオネ1813人、死亡593人、合計が 5843人で死亡の合計は2296人。初期の局地的な伝達としては、ナイジェリア20人、死亡8人、セネガル1人、死亡は0。疑い感染者の出ている国、マリ6人、4月8日時点、現在の詳細は不明、フィリピン7人、 シエラ・レオネン帰りの労働者日本での報道が少ない誤報の可能性が大きいウガンダ詳細不明以前に疑い感染者の出た国現在は感染者なし疑い感染者は別の病気だった例カナダが合計2人アメリカ1人中国1人サウジアラビア1人ベナン2人シンガポールこちら誤報でした。 ドイツが1人アラブ首長国連邦1人ベトナム1人ミャンマー1人モルドバ2人です WHO ではギニア・リベリア・シエラ・レオネの強烈な伝達ナイジェリアとセネガルを初期の局地的な伝達として区別しています本校では初期の局地的な伝達を WHO に基づいて強烈な伝達と区別して扱います また現在今後民主共和国でもエブラ出血熱が流行していますが西アフリカのエブラ出血熱との関連性は不明でかつ小規模のため本まとめでは扱っていませんお互い感染者の出ている国では今後エブラ出血熱感染者が確認される恐れがありますなお誤報である可能性もありますギニアではある程度流行は抑えられているようですが リベリアとシエラレオネドの流行スピードは速く今後も新たな感染者が一人で100人以上という圧倒的な速さで流行が広がるだろう感染者の増加率も非常に高いナイジェリアではおよそ抑止ができている WHO は感染者と死者の数も地域的な広がりも前例のない最大規模悪化の一途としてきています 制御不能という表現も用いた上で流行を食い止めるためには思い切った行動とは具体例が示されていないが感染地域の封じ込めこちらは反発が危惧されますまたは感染者感染疑い者の徹底隔離人権上問題がある可能性が指摘されているそちらも含まれていると考えられています 2014年の8月31日時点での統計データは、致死率49.9%、ギニア64.1%、リベリア51.3%、シエラレオネ39.1%、ナイジェリア33.3%、1日あたりの感染者数は、感染者約140人、死者約70人、感染者の割合、 確認57ほぼ確実28%疑い15%その他エブラ出血熱関連死者こちらは2014年8月25日現在迷信が2人塩水を予防策だと信じ塩水を一度に大量摂取以上のようにインターネット等を通じて広まった根拠のない噂を信じて 死亡する人も出ている暴動も懸念されており衝突は避けたいものだ未承認治療薬「ZMAP」使用状況投与人数7人無事治癒隊員5人死亡2人 ZMAP は WHO が投与を認可したアメリカ製の未承認薬人体実験も兼ねてはいると見られるが 倫理上問題ないと発表し使用されています現に生存率は70%とある程度の効果は見られていますこちらが地図です流行している地域アフリカ西部ギニア周辺の画像ですリベ,リベリアはギニアの南東に位置していますシエラレオネはギニアとリベリアの間に位置しています ナイジェリアはペナンの東に位置します。この地域を中心にエボラ出血熱が拡大しているとのことです。そしてこちらの地図は、2014年9月4日時点での流行状況を表しました CDC が発表しました。9月4日時点での流行状況です。ギニア、シエラネオネ、リベリアとその周辺の地図です。 詳細、月別の情報です。2013年12月、最初の感染者と見られる男児が感染。2日に発症して6日に死亡。その後、家族に感染して母、姉が死亡。2014年1月、最初の感染者と見られる男児の家族である祖母も死亡。葬儀に参列した他の村の参列者のうち2人に感染。それらの人を介し、 医療関係者等に感染が拡大この時点までは何の病気か一切わからなかった2月ギニア国内で下痢や嘔吐出血を伴う正体不明の病気の患者が確認された同国内では分析ができなかったため現地では謎の病気と呼ばれ新型ウイルスの可能性も懸念されたがサンプルをフランスの研究所へ送ったところ エボラウイルスだと確認されましたバスツール研究所はザイールエボラウイルスであると声明を出しています3月国境なき医師団にエボラ出血熱発生が報告され国境なき医師団ボランティアが返事入りしました隣接するリベリアの北部の病院へ治療を受けに来たエボラ出血熱の患者がいたことが明らかになりましたつまり、越境して エボラ湿血熱が広が広ったそして流行は隣国のシ,エラレオネにシオラレオネにも広がったマリ・コートジボワリにも広がっている可能性があるという南アフリカでの流行中リベリア帰りのカナダ人男性が感染を疑われたが陰性であった4月国境なき医師団は拡大範囲では前例のない規模であると発表し食い止めの 難しさを物語ってありました7月米ボランティア団体では平和部隊流行の中心である3カ国のボランティア約340人を出国させましたボランティアの中にいたアメリカの人道団体の男性2人が感染したことも原因の一つですシエラレオネで100人以上のエブラ患者を治療してきた 国民英雄と呼ばれたシ育ク・ウマルカーンも医師も感染して死亡しましたリベリアは学校全て休校にして南アフリカでの流行中ケニア帰りの中国人中国人女性が感染を疑われたが陰性でしたシアラレオネは非常事態宣言を発令コロマ大統領はエボラウイルスは我が国にあまりに大きい課題を突きつけているとテレビで演説 地域封じ込め流行地域の隔離などの対策を講じることになりました現地で治療にあたりエブラに感染した2人はアメリカへ戻りそれぞれ実験的な血清と西アフリカで治療した少年の血清が投与されました人道問題について協議されましたが現時点では安定しているということです 8月、サウジアラビアでシ,エラレオ,ネでシオラレーノ帰りで感染の疑いのある男性が死亡しましたリベリアは国際非常事態宣言を発令、WHO は国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態を宣言2009年以来3度目の緊急事態宣言である。 ヒニアはシアラレネとの国境を閉鎖した。ザンビアは流行地域の住民の入国を禁止した外務省は感染症危険情報を発出し流行地域への渡航の延期を求めた視野が1,000人を突破国際協力機構 JIGA は流行の中心である3カ国の日本人スタッフを 別の国へ一時退避させた外務省は日本人大使の家族の退避も検討しているという WHO はいくつか問題があったが倫理上妥当だとして無承認のエバラ出血熱のワクチン及び治療薬の投与を容認したナイジェリアのジョナサン大統領は非常事態宣言を発令ギニアのコンデ大統領は保健衛生上の非常事態宣言を発令 国境管理の強化や遺体の移動制限などの対策を発表した。国境なき師団は戦争状態だと話しています。リベリアで患者隔離施設が襲撃され、患者が脱走しました。現在は全員発見され隔離されていますが、患者の血液で汚染された寝具も奪われたために、感染拡大はので起こる可能人物で起こる可能性もあります。 ギニア人学生がセネガルに逃亡し発症彼がセネガルでの流行の発端の可能性ありそして9月シエラ・レオネは国民の3日間9月19日から21日の外出禁止を開始日本国首相は国連総会に向けてこれまでの500万ドルの支援に追加してさらに500万ドルの追加支援を実施する方針だと表明。 シーラ・レオネで大規模な個別訪問が実施され、150人以上の感染者と約70体の遺体が発見されました。現状、現時点での状態です。これが真実で全て現実に起きていることです。宣言警報。WHO は公衆衛生上の緊急事態宣言を全世界へ向け発令しました。シーラ・レオネ、 リベリア、ギニア、ナイジェリアの流行が4カ国で国家非常事態宣言が発令されています各機構の考え WHO はこれまでで最大規模悪化の一途、制御不能と発表しています国境なき医師団は戦争状態だとの声明を発表しています治療、エブラ出血熱は 治療法がなく半分以上の人が亡くなっています致死率にするとインフルエンザの約500倍医師団はそれらの患者に受け継し汗を拭き水をあげ祈り元気づけ見取ることしかできません今も毎日のように子供を含めた多くの人が亡くなっています広がる不安現地での医師団の不信は高まるばかりです 国境な医師団がウイルスを持ち込んだという噂が蔓延しています現地では感染の恐怖から挨拶をする際に握手をする人がいなくなりましたインターネットやソーシャルメディア上では何の根拠もない嘘の噂が広まっており高まる不安からそれを信じてしまう人が増えています中には塩水は予防に効果的だという情報を信じて塩水を飲み すでに死者も出ています。エブラウイルスは主に患者の体液と接触して感染するため。医療関係者の感染率が非常に高い。そのため、医者不足の中、医療関係者のストライキも相次いでいます。広がる不満。シベリアでは、リベリアでは、エブラ出血熱の蔓延を。否定する人々によって、患者隔離施設が襲撃されました。 一部の患者は脱走し襲撃した現地の人々はリベリベアにエボラななんていいと言いましした。た脱走したエボラウイルス感染者37人は全員発見されましたが患者の血液で汚染された寝具も奪われたため感染拡大はものでも起こる可能,可能性もありますそして収容施設に武装した警備隊が警備するようになりました隔離リベリアでは 遺族隔離政策が実施施行されてエボラ出血熱感染者死者の家族親族を隔離するという方法をとっていますが隔離を恐れた遺族は死体を道に捨てて道は地獄のようになっていますギニアでも遺体が路上に放置されている様子が見送られ見受けられ現地の人は感染するから触らない方が良いということが通説となっていますシアラレオネでは兵士750名 2014年8月現在の感染の恐れのある人を屋外に出ないよう監視しています感染拡大が著しい要注意地区域では医療用テントの出入り時には除染を徹底しウイルスを持ち出せないように警戒されています目も一枚も持ち出せない限界態勢となっていますシベリア政府はリベリア政府は8月 首都の5万人が住むスラム街を封鎖して治安部隊と住民が交戦住民は石治安部隊は催涙ガスで対応し水面の負傷者が出ました感染者の隠蔽家族がエヴァル出血熱に感染してもその人に対して家族が死んだ方がましだ死んでほしいと考える場合もありますそのため病院に連れて行かせない家庭もあるようです また感染者に発見されればその過程は隔離されるので報告しないことは少なくありません現に2014年9月22日にシアラレオネで個別訪問が実施された際は病院に行っていない感染者が少なくとも150人発見され報告されてない遺体も約70体発見されました医療関係者資金の不足 WHO のチャン事務局長は、これまでに延べ500人の外国人医師らが WHO と連携し、感染国で治療や予防指導などに関わっていると説明した。ただ、未曾有の事態を受け、最も必要なのは人材だと強調。感染対策には、さらに少なくとも500から600人の医師、1000人のスタッフが必要だと各国に協力を訴えた。 フーは6月から9月間での感染封じ込みを想定しているがチャン氏は対応能力以上のベースで感染拡大が進んでいるとの改めて危機感を表明感染が深刻なリベリアギニアシアラレオネ3カ国での対策にはこれまでの2から4倍の規模の活動が必要だと警告しました国境なき医師団ユニセフなどは対策資金が不足しているため 資金を集っていますが資金が不足している状態です食料難流行地域では業者が食料を輸入できず農家も外での作業もできない状況なので食料価格交渉、飢餓状態が続いています特にリベリアが深刻で餓死する人が増えていることが懸念されています 現地の人の中には、所得の8割を食,用食料に充てていた人もいるようで、価格交渉はエバラ出血熱流行の中でも特に大きな問題となっています。各国の対応各国は、流行国のスポーツ選手の入国を拒否しています。世界大会を強制欠如になった選手もくすいます。各国は、流行国へのビザの発行を停止しています。 流流行行の原原因因感染者がが出てて続いている原因です最初の感染は2013年12月2日に謎の病気に感染したとされていたギニア南部の2歳男児とみられウイルスに感染したコウモリを接触したために感染したとみられているその後男児は12月6日に死亡し家族に感染母親は同月13日 3歳の姉は同月29日、祖母は2014年1月1日に死亡した祖母の葬儀に他の村から数人が訪れそのうち2人がウイルスを持ち帰って看病した医療関係者や親族に感染が広がったとされるその後、医療関係者によって2月頃に近隣の村に感染が拡大した2ヶ月もの間病気の情報が 小さな村の中から出ずに放置されていたためエボラ出血熱だと確認された時にはすでにかなり広まっていたこれも大流行の原因の一つだと考えられるまた流行の原因としては先に挙げた感染者の越境病院を訪れるために越境して隣国の病院を訪れる人がいるのほかエボラ出血熱死者の葬式が挙げられる 南アフリカ諸国では遠方の死者の葬式に出席する習慣が一部で定着しており死者に触れることで血液を介して感染することがある医療ボランティアに対する不信も問題となっている8月5日に現地の状況を報告する会見を行った国境なき医師団の吉田さんによると現地では国境なき医師団の施設に運ばれると エブラ出血熱のウイルスを注射される臓器を摘出され売り飛ばされるなどという誤った話が住民の間で伝わりボランティアの車両に石を投げつけられたこともあったというロイターはこうまとめている「地域社会ではボランティアの外国人医療関係者が病気を持ち込んだという考えもある」「また地域の病院は設備不足など医者に対する信頼も薄い」

非常に不足している状況が続き現地では数十人規模で医療関係者の感染が発生している命もかかる活動のため誰もやりたがらないという点が重要隔離施設内では気温3 5度の中防護服に手袋やマスクを何枚も重ねるという体制のため非常に暑い熱中症も危惧され体力も必要 鼻が痒くて、手で触っただけで感染リスクが一気に高まるので、それ相応の訓練も必要となってくる。西アフリカでエボラ出血熱と検討している国境なき医師団に関する情報、こちらの画面の方をご覧いただきたいと思います。日本版公式ホームページの方もこちらの方でご覧ください。 ために感染したとみ